おはよう、レイちゃん。寝不足？あんまり眠れなくてね。あ、でも昨日のことでじゃないよ。夏はいびきうるさいし、グレーはすぐ裸になるし、エルザは私のベッド入ってくるしで。参加者は同じ部屋っていうのも大変だね。ウェンディの声。おい、何があった？夏、ウェンディが助けに行かなきゃ。ウェンディ、お前ら、ウェンディをどこに連れて行くんだ。くそ、見つかったか。なら、やるしかねえ。切られたいものからかかってこい。開き、あまねく全ての星々、その輝きをもって我に姿を示せ。テトラビブロスよ、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88星ウラノメトリア。決戦！さて、アイスメイクハンマー！どうしたよ、こんなもんか。てめえら、誰の差し金だ。助けてくれ。俺たちは頼まれただけなんだよ、レイブンテイルのやつに。レイブンテイル？なんて奴らなの？ウェンディを襲っただけでなく、さらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらってこいと言われただけで。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい、昨日はご迷惑をおかけしました。今日は問題なく戦えます。それにしてもレイブンテールの奴ら、やることが露骨に汚ねえな。一人一人戦力を潰していくつもりか。目的は分からんが、私たちを場外でも狙うつもりなら、警戒を怠ることなく、なるべく一人にならないように心がけよう。こいつらは警備隊に引き渡しておく。相手には一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。なのに捕獲に加わらないのはおかしいんじゃない？それに宿で寝ている少女という条件だけでウェンディを選んだのはどうして？本当の目的はルーシー？それならあの余地は。さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。燃えてきた。今日は私に任せてください。休んだ分、体は絶好調です。期待してるぞ、ウェンディ。よう、サラマンダー、ちょっと顔を貸せ。ああ、なんだよ。お前ら天狼島から戻って精霊界ってとこで修行してきたらしいな。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間がくそ。ああ、まあ何でもいい。修行してたのはお前らだけじゃねえ。少しは強くなったんだろ。お互い腕試しと行こうじゃねえか。
そういうことか。受けて立つ。一対一の真剣勝負だ。準備はいいか。サラマンダー。まだだ。俺は負けちゃいねえ。それは俺のセリフだ。ぐはっ。ぐっ。うむ、引き分けだな、サラマンダ。この決着は必ずつけてやる。今度から仕事に行くときは俺も連れて行け。どっちが活躍できるか勝負だ。望むところだ。勝つのは俺だけどな。ギヒ、楽しみにしてるぜ。2日目の競技はパンデモニウム。参加人数は1名です。この神殿の中には100体のモンスターがいて、モンスターには様々な戦闘力が設定されています。最強クラスのモンスターは聖天大魔導といえど、倒せる保証はない強さです。カポ、皆さんには順番に戦うモンスターの数を選択してもらい、倒した数がポイントになります。モンスターのクラスはランダムで、いきなり強いクラスのモンスターが出現することもあります。一度にたくさんの敵と戦った方がいいけど、多すぎると倒せなくて無駄になってしまう。そして選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎても良くないというわけだな。最強クラスは聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど一巡に一体じゃ他に遅れを取っちゃうし。ここは私が行こう。エルザさん、それではくじで順番を決めます。参加者はくじを引いてください。1番。ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってくるよ。私なんか8番。この競技、くじ運で全ての勝敗がつくと思っていたが。くじ運で、いや、どうでしょう。戦う順番よりペース配分と状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲームにならぬ。100体すべて私が相手する。挑戦権は100だ。ま、無理ですよ。一人で全滅できるようには設定されてません。構わん。え？え？
ぞ、行くぞ、ペンタグラムソード。変鱗ブルーメンブラスト。大丈夫、まだいけるよ。おお、これで終わりだ。サークルソード、王国の掃除。ほう、まだまだ。変鱗ブルーメンブラスト。行くぞ、ペンタグラムソード。カソ、ユニティソード。大丈夫、まだいけるよ。まだまだ。行くぞ、カソ、行くぞ。行くぞ、行くぞ、ペンタグラムソード。カット、これで終わりだ。サークルソード。王国の掃除。やばいぞ、一気に行け。フォトンスライド。何？すごい！ノート、紅桜。
信じられません。なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すっげえ。なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。やっぱすげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリテイル A パンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。その調子です。すごいです。いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はラミアスケール、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。はい。やつらはまだシェリアの強さを知らんようだな。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。大丈夫ですか。よろしくお願いします。よろしくね。修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。アームズ。
先人のフラス。まずいわ、一気に行かないと。アーマー、天神のフラス。アーマー、天神のフラス。アーブス、天神のフラス。行きます、天竜の、行きます、天竜の、行きます、天竜、行きます、天竜、行きます、天竜の。そろそろ行くよ、天神のドボーン。今は耐えるんだ。ヒール、天神のマイン。天竜の直撃、天神のフラス。なんとかこらえるんじゃ。天竜の方向、天神の舞。天竜の逆撃、天神の舞。大丈夫、まだまだ。天竜の逆撃、天神の。ゴッドスレイヤー、驚きました。ビオンから聞いてたんだ、フェアリーテイルに私と同じ魔法使う子いるって。ちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね、痛くなかった？平気です、戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど、ギルドのために頑張ります。うん、それでいいと思うよ。私も愛とギルドのために頑張る。天神のフラス。みんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギルドのために戦わなきゃいけない時は、私だって本気でやります。滅竜奥義、召喚天空戦士。やりすぎちゃったかな。でもこれで、ごめんね、ちょっと待って、まだまだこれからだから。やっぱすごいね、ウェンディ。なんだこいつ、傷が消えている。大丈夫、もう降参しとく。私、戦うのは嫌いじゃないけど、勝敗の見えてる一方的な暴力は愛がないと思うの。降参してもいいよ。ね。
できません。私がここに立っているということは、私にもギルドのために戦う覚悟があるということです。情けはいりません。私が倒れて動けなくなるまで全力で来てください。お願いします。うん、それが礼儀だよね。はい。私が大技出すよ。この一撃で楽にしてあげるからね。ここからだよ、頑張って。鉄人奥義天の村雲、ヒール、鉄竜奥義、昇波天空戦、天神の舞、やー天竜の まずいわ、一気に行かないと。天竜の宝庫、滅人奥義、天の村雲、大丈夫、まだまだ行けます。やばいよ、一気に行かないと。天竜の宝庫、よし行くよ。大丈夫、まだまだ行けます。私たちの勝ちだぴょん。なんて ここで時間切れ、試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった、ごめんね。いえ、そればっかりですね。
しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったです。ねえ、友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール。女性だけのギルドだな。始める前に、私たちも賭けというものをいたしませぬか。申し訳ないが興味がない。敗北が恐ろしいからですか？そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命をかけましょう。その覚悟が誠なものなれば、受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前に立ったのがあなたの不運。開け、創魚球の扉、天秤球の扉。恩刀不具大天、抜かぬ太刀の型。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたな。人魚は時に虎を食う。私が敗北。セイバートゥースが命。そなたの命は私が預かった。よいな。はい、仰せの通りに。あのセイバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かったのか、マーメイドの女が強かったのか。後者だな。奴は試合中一度も刀を抜かなかった。手加減してるってこと？わからん。それだけならいいのだが。ルイシー、お客さんだよ。私に？あなたはセイバートゥースの精霊魔導士。ルーシー様に大切な用事があり伺いました。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、この二つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか？それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ、私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道12門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵すべてが揃うのです。世界を変える扉が開く。
世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。十二の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来れば、おのずと十二の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。